ダメだった。雨が降り注ぐバス停で、浅田虎松が目撃したのは、突然現れた鏡圭介が妻、闇原心にキスをする姿だった。衝撃の場面を目撃した虎松は、激しく動揺しながらも鏡に詰め寄る。しかし鏡は全く悪びれる様子がないどころか、なぜか虎松に好意的。容量を得ない鏡の反応に、 思わず拍子抜けするも納得のいかない虎松。そんな中、未だ未解決の遺体から血が抜かれる連続殺人事件の捜査本部から呼び出しの電話がかかってくる。4人目の被害者の殺害現場の近くで見つかった吸血鬼と413という数字の落書きは犯行日以前に書かれたもので、なんと殺害予告だと判明。 さらに、この落書きをした人物を、ワッショイクリーニングの五十嵐祭りの18歳の一人息子、五十嵐大五郎だと特定される。驚きを隠せない虎松と笹波を横目に、捜査本部では大五郎を事情聴取することになる。時を同じくして、新たな殺害予告、吸血鬼の落書きと、514という数字の落書きが見つかる。つまり、 第五の殺人まであと3日、被疑者である第五郎にアリバイはなく、そしてなぜか本人は堅くなに目秘を貫いて、一方、鏡にキスされた理由がわからずもやもやする心。職場で顔を合わせても相変わらずひょうひょうとしている鏡に、二人きりになった車の中で真意を探ろうとする。しかし、鏡は不安げな表情を浮かべ、嫌いになった。と呟いて、 そんな二人の姿を車の外から目撃した虎松は思わず嫉妬心が燃え上がり、世間が18歳の少年のセンセーショナルな犯罪に盛り上がり、荒ぬ憶測や誹謗中傷が飛び交う中、無情にも殺害予告の当日がやってくる。ついに訪れる第五の殺人、物語は予想もつかぬ悲劇へ、連続殺人鬼の犠牲になるのは果たして誰 S がなんとサブチャンネルを開設一つはゲームチャンネル。ティーフットボールプレイ動画をアップします。もう一つは Vlog チャンネル。車椅子で行った先々の旅の記録をお楽しみください。詳しくはこの動画の概要欄から。チャンネル登録してね。